マオナガ、アラピアスベルプイネスは、ネズミザメ目、オナガザメ科に属するサメ。世界中の熱帯からアカ帯海域の沿岸から、外洋まで広く分布する。オナガザメ類では、最大で全長6メートル以上になるとされる。外見は、ニタリエパラガカスと非常に類似し、しばしば見間違えられる。小魚などを尾ひれで攻撃し、捕食する。卵食型の体勢。 2から6尾の子供を産む。繁殖速度を上回る過剰漁獲により、世界中で数が減少している。世界中の熱帯から亜寒帯海域まで広く分布し、温帯海域に最も多い。沿岸から外洋まで生息し、高度海遊性である。海表面近くにいることが多いが、水深550メートルまで見られる。 幼魚は温帯の沿岸域で過ごす。オナガザメ科の最大種。最大で全長760センチメートル、体重348キログラムに達する。体型は流線形。おひれは胴体とほぼ同じ長さがある。肺側の体色は灰色から黒色で青みがかっている。体側はメタリックシルバー、もしくは銅色。腹側は白色である。 腹足の白色体は胸びれ規定の上まで伸びる。似たりはこの白色体が胸びれ規定の上に張り出さないことから区別可能である。まナ長いサ生物は主に外洋性浮遊類である。定性性魚類やイカ、タコ、甲殻類、稀に海鳥も捕食する。長いオヒレは捕食行動に関与し、小魚などを叩いて気絶させたり致命傷を与えると考えられる。 また、魚の群れを寄せ集めるとも考えられている。ハエ縄の針には、オナガザメの口ではなく、オヒレがかかっている場合が多い。体性。胎盤を形成しない卵食型。妊娠期間は9ヶ月。産肢数は、通常2から4尾で、毎年出産する。生まれた時のサイズは114から160センチメートル、5から6キログラム。3から8年で成熟し、 寿命は45から50年と推定される。マグロハイナワなどで混獲される。肉やヒレ、皮、肝油が利用される。スポーツフィッシングの対象になる。他のナガザメ類と同様、もともと低い繁殖速度を大幅に上回る量の漁獲があり、数は減少している。たまに人には危害を加えないと言われているが、もしも出会ったら襲われることがたまにあり、 船を攻撃することもある。2019年7月16日に北海道の低地網で捕らえられた個体が薄尻水産実験場に運ばれ、数時間飼育されたという飼育記録がある。ありがとうございます。